も宇宙人後輩です。今回もね、やっていきますよ。1000円で商品を取っていきます。で今回のね、商品はね、こちら。これはあれですよね、ディズニーのラプンツェルですよね。子供にも人気あるそうですけど、ちょっと僕はあんまり原作は知らないんですけど、結構でもこちらちょっと取っていきたいと思います。人気商品ですね。こちらのクレーンなんですけど、こちらはちょっと特殊なアームらしくてですね、これ最初に奥に動いた後に、この左右についてのアームを右動かし左動かして、そこから挟んでこう落とす、そのような形になってるそうなんで、ちょっと僕も初めてなんでちょっと分かんないですけど、ちょっとぜひちょっと楽しんでいきたいと思います。では1回目いきます。奥を動かし、あ、動きます。で、右動かして左、ギリギリの方がいいんですかね。どうなんですか。あ、でも結構もうちょっと奥に行った方が良かったのかな。あ、でも挟む、なるほど、なるほど、だいぶ分かりました。でもこれいけると思いますよ。2回目行きたいと思います。どれだけ奥にやれるかが僕結構そこら辺が勝負だと思うんですよ。はい、あ、いいんじゃないですか。なかなかいいところに動きました。3回目行きます。あ、ちょっと大きすぎたのかな、これ。よっ、取れます。もう次取れます。4回目いきます。あ、ちょっと分かんなくなってきた。 OKOK、 分かんない。行き過ぎました。え、でももう行きます。ぜひこれを撮って、僕は子供たちの笑顔が見たい。5回目行きます。いいんじゃないですか。あー、惜しい、惜しい。いや、楽しませてくれるじゃないですか。6回目いきます。はい、来た、いただきましたね。こちら6回で取っちゃいましたよ。これちょっと電池用、多分僕入れたら多分これ光るようになると思うんですよ、あちらの商品みたいに。これね、これはなかなか子供も喜ぶんじゃないですか。こちらお父さんお母さん、こちら取っていただいたら。ただね、こちら単純にこれ、このクレーンゲーム普通に楽しかったです。純粋に楽しみました。というわけで、こちら6回で取ったということで、1000円以内にクリアしました。じゃあまた次回もよろしくね。いや、全世界20億のちびっこショップ宇宙人後輩だよ。私の手の上にチャンネル登録ボタンがあるのだが、もしこの動画を気に入ってくれたならクリックしてくれると非常に嬉しい。ではまた次回も。じゃあねー。